こんにちは、ブルーホースです。本日もやっていきましょうか。いや、前回は本当申し訳なかった。もうなんかただただぬるゲー化していくっていうねオチになってしまいましたが、どうしようかな。やっぱせめてでも回復アークを使わない、回復のコインを使わないくらいでやってった方がいいのかな。いや、ちょっとまさかあと1分こんなオチに、おっ、整備に 3,40 分かかるが、挟まれてみたい。状況は、町は化け物で溢れてた。ニコライ、地上突破するのは不可能だ。つまりサイモン、なぜその女がいる。どうもすいません、の軌道を手伝って陰謀にちょっとデートに使われちゃって、この女は足手まといになるだけだ。そうだな、ここぞという時に引き金すら引けない。いや、まさか死ぬとは思ってなかった、マジで。まあ、あ、ちょっと待って、また髪がテロ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 。どういうことこれなんか嫌な予感がする。多分これアプリが落ちる可能性がある。あ、でもジルの髪の毛はテロテロしてない。縮れ、おい、マジかよ。だよね、またやつか。完全にウィッグ被ってる人みたいになってるけど、大丈夫。これこのままあ、そうだな。このまま行ったとしてもさ、多分私が引っ付ける、普通にガシャーンって突き破られる可能性があったから、まあいいんじゃないか。ほい、うーらら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 ら、あーちょちょちょ、臭い臭い、口臭半端ない。おい、ちょ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 、この野郎ゼロ距離でよくもやってくれたな、心臓爆破。どうなった？あ、まあ、サプライケースじゃなくてこっちかもしれない。ほら、なんかもう髪の毛がテロ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 してんじゃん。ハゲかけてる。まあでもこのくらい短髪の部分、もともとがショートカットだもんな。てかそもそもショートカットって可愛くない？本当に僕普通にショートカットが好きなんだけど。あ、ちょっとまあベリーショートまでいくときついけどな。これそっか。F でもいける？あ、F でもいける。OK。そして引き剥がしてる間にやつはコーナーですね。 OK。 あ、いい尻、いい。まあちょっと僕はチキンプレートヌルゲーが好きなんで、というのも苦労して頑張ったその結果としてそういう対価をこうやって得ているわけなんでいいんですよ。トークで頑張っから許して。ほんと髪の毛がやばいことになってるね。でもこれが RE エンジンの裏側ってやつですよ、みんなさん。カルロス、お分かり？聞こえる？カルロス、女性がクソって言ってダメですよ。もっと丁寧にうんこって言わなきゃ。他の出口を探さないと。ああ、ここ普通にセーフポイントだね。で、カチャンコン、カチャコン。アンタマとショッタマと、時々レッドハーブ。で、回復薬はまあ、とりあえず1個。あ、2個あんのか。まあ、いっかな。よいしょ。ほい。で、枕付けといて、じゃあ行きましょうか。で、これも来て。ああ。はい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 、OK。この辺りの地図が助かるわ。助かる。まあ、持っててもあんまり仕方ないこともないこともないんだけど、さて、果たして、ここの、ゾンビどもの配置はどうなってるんだったっけ。なんか違うような形式になってなくもない気がするんだけど、今の鳴き声はね、あの怪獣キメラってやつですね。もう最悪。さあ、果たしてどのタイミングで来るか。あ、銃だ。RE2と違ってあれだね、なんか普通に取るのか取らないのか。おー、そっか、ここで来るんだった。やばいやばいやばい。本当にね、本当にあの銃をちゃんと構えてくれない。なんで勝手に解除するの？おかしい。あらららららら。はい、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 あれ？ここ来ないだっけ？おー、ちょっと、それは聞いてない。え、あ、そっから降ってくるんだっけ。あぶねー。オッケー。あ、まだ来てるし。あ、固まった。やべ。あ、来てる。え？おーと、そっちからかよ。聞いてねー。危ねー危ねー。帰ってけ。だから勝手に銃を解除すな。
おお、こっちから来るのね。びっくりしたわ。で、こっちなんかある？こっち使え、いらないね。で、何これか、いらない。いらない。なんだよ。ビビらされるだけビビらされて、こっち行くのが、うわ、切ったれ。うわ、切ったれ。おお、ちょっと待って。あれ、こんなとこぬるっと来たっけ？ぬるっと、ぬるっと。ほら、猛攻のコインの威力ないんじゃない？あれ、ここでピョンと来るんじゃない？こっちか？あれ？もう久々すぎてよくわかんねえな。ここにゾンビが眠ってるとかっていうオチだったとしたら、もう本当に発狂すっけどな。たる？あはーん！あれ？これ調べます。です。あ、しょった。これ捨てれない？捨てれる？てか、対価がどれだけっていうのもすごいしょぼいよね。ガンパウいらない。で、開ける。あはーん！キーピック。これこの場で食えないの？食えないのか。つらいな。食えねえですか。よし、じゃあ向かっていきましょう。地上へゴーゴー。ババンババンバンバン。地上地上。意味が変わる。どうだよねー。そうだ。痛い。ラウンド14.2。だから、ちょっと待って。あ、なんか構えても撃ってほしいの。なんで勝手に銃を解除して違うところに行くの。おかしくない？今はなんか普通に行けてんだよ。これどういうことなんだろうね。なんかよくわかんないんだけどさ。まあなんかこう普通に、いや、操作性に文句言ってても仕方ないんで。自分が上手いか下手かなんで。ただそれだけに尽きる。ガガ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 。そういうことか、わかった。違うな。あれ違うな。そういうわけでもなかろうもんな。あれ今なんか、ちょっと、あ、なるほどって、撃ってる時にリロードボタンを押すとなんか銃が解除されて勝手に進んじゃうんだなーって思ってたら、そうでもなかったっていうね。で、ここにはアイテム特になくて、テロテロ髪の毛ですね。はい、ごちそうさまでーす。はい、ごちそうさまでーす。よし、じゃあ、ここをカチャポンと解除して、こういうなんか回収可能なアイテムがあるときは、なんか何かに必要なんだろうなっていうことが一瞬でこう分かったりするよね。まあ、これもやっていけばって話なんだけど。で、ここで、どうなんだろう。アイテムを多めに取れる。あったー、サイパー。炸裂 A はいらないな。これでもなんかさ、この時点でこうなってるっていうのが、なんかどうもね、ラスボスが一回インフェルノやった時に、インフェルノのトーンをあえて変えてみてるけど気づく人いるか。いや、そのくだらねえって。わかる。インフェルノやってる、あれちょっと、インフェルノか。インフェルノ、あ、だんだんわからなくなっちゃった。インフェルノやった時に、カルロス、多分、聞こえる？15回くらいコンティニューしたの。もっとしたら20回くらいコンティニューしたのかな。なんかゴン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 って、なんとか生きてる。時短的な感じの攻撃を、こう、猛攻を受けた時に、もう耐えきれないですっていうなったことがあるからな。心臓決めだ。カチョコ。キャーやばい。助けてー。で、ここにいるゾンビたち。おお。だからなんで発動しないのこれ。おかしくない？噛みつかれる瞬間にさ、わーってやるんじゃなかったっけ？あちゃ。あ、向かってきてる。あちゃ。あ、もういい。この中のアイテム。ちょっと待って。これなんかあるのかな。この中に、なんか美味しそう。あった。もう、ちょっとでも回復薬持ってっとかないと。よし、向かっていきましょう。ちゃんと、布にかかってないエレベーターを使いたい。
で、こいつらに疲れたら練習してるから、始めから、なんでこれが発動しないんだろうな、うまくな。いや、発動しないんじゃない。俺がただ単に下手なだけだ。早く上に逃げなきゃ。ごめんなさい、ちょっとアプリが飛んでしまってですね、一気に駆け上がってってしまいました。で、ここまで来て、で、ネメシスがどっか行っちゃったんですよ。ズタズタに引き裂いて一旦ひざまずかせるところまでは成功したんだけど、アプリが飛んでしまって録画が中断してしまいました。で、まあメインディッシュはね、次のパートからやっていきたいというふうに思いますんで、まあちょっとこれでも飲んで、はい、扉立ち入り禁止になりますんで、はい、してください。すみません、ちょっと短いパートになって大変恐縮なんですが、髪の毛のテロテロもなくなったね、一旦病気だったね。はい、というわけなので、ちょっと谷間はないですが、このクレアよりもさらに悪乳の自分を眺めながらですね、終わりにしたいと思います。ということで、また次回パートでお会いいたしましょう。ごめんなさい。では、また。